です。おっしゃられます。平原選手です。よろしくお願いします。お願いします。まず前走、平塚お休みされて、まあ、岐阜も受けずされましたけれども、やっぱ体調面に何かあったっていう感じですかね。まあちょっと座骨神経痛で、しびれて出てしまったんで、まあ、岐阜ちょっと途中欠場させてもらったんですけど、まあちょっとなんか乗り方に多分負担があったんだと思うんで、ダービーの頃のセッティングとかシューズを一度全部リセットしてきました。今それを戻されて、はい、状態もちょっと今しびれはもうそれなりには取れてるっていう感じですか。いや、まあそうですね、まだありますけど、まあ乗り方でだいぶカバーできたかなとは思うんですけど、ね。でも今回ヤヒコの G1 ですけども、ヤヒコは新潟は育った地であって、で2021年には優勝もされてますけども、はい、やっぱりイメージはいいですかね。そうですね、過去そんなにいいイメージはなかったんですけど、最近はそれなりに結果が出せてますね、はい。22年の記念も優勝されてますもんね、はい、それはちょっと私見てたんですけど、外から、はい、で今回また特選になるんですけども、まあ、関東は平原さん一人ですけども、はい、戦い方はどうされますでしょうか。そうですね、まあ、考えたんですけど、まあ、新山君の後ろにつかせてもらいたいなと思ってます。平原さんから見て新山さんはどういう選手でしょうか。いや、もう本当に先行でもうずっと、ね、名前を打ってる選手ですし、まあ、まあ後輩ですけど本当に尊敬できる選手なんで、まあ、自分にはできない、自分が若くてもできなかったような走りがしててすごいなっていう感覚でいます。やっぱり深谷さんなり野口さんなり、まあ、今後新山さんもそうですけど、やっぱり魅力のある先行選手でついてみたいっていうのがやっぱりあるっていう感じ。そうですね、もう本当自分がもう、ね、若くて自力でブイブイ言わせるわけでもないので、まあ、自在選手としていろいろこう、ね、その時で選択しながら走っていきたいなと思ってます。今回は諸橋選手も別に地元の選手はいないんですけど、やっぱりファンの皆さんも平原選手勝ち上がっていく楽しみにしてるんじゃないかなそうですかねまあそうやって応援してもらえるように頑張ります。では最後に横川の意気込みをお願いします。はい、一戦一戦決勝戦目指し頑張ります。応援よろしくお願いします。